矢は、弓の弾力を利用して発射される部分。矢の字も用いられる。矢弓に用いられている矢は、現在でも矢だけの端に矢尻を、反対の端に矢羽根やはずをつけて作られている。矢の長さは、自分の矢つかより手の指数本分長いものが安全上、好ましいとされている。平家物語には十二束、三腹という表記もある。矢を作る職人を矢、矢師という。弓矢は、 鉄砲と比べ、科学技術的にはより原始的なものではあるが、消耗品である矢を含め全ての製造を、職人技に頼らなければならなかった。この点、玉火薬の製造は知識さえあれば、誰でもできる労働集約型産業でまかなえたことが、重機の普及が推進された一因でもある。矢尻現代の弓道で用いられる矢尻。上から、鉄製の矢尻、真鍮製の矢尻。 薪原屋の矢尻縄文時代までは、石のほか、サメの葉、動物の骨や角などで作られていたが、弥生後期には、急速に鉄製に変わっている。使用目的により、様々な形の矢尻が発達した。現在では、鉄製のものが用いられている。また稀に真鍮製の矢尻を用いる人もいる。ヘラに差し込むものと被せるものの2種類があるが、もっぱら、被せが使用されている。 長く使用しているとすり減るので、その時は交換しなければならない。矢を持つ時、日置流などではここを持つ。流派によって、板付き、矢の根などと呼ぶこともある。戦闘においては、一般的に小さく軽いものは遠距離用、逆に大きく重いものは近距離用で、刃の部分が広く大きめの矢尻は鎧をつけていない。敵に対して、細身で返しもないような矢尻は鎧。 特に鎖かたびらの敵に対して、葉はないがやや太く重めの矢尻は、板金の鎧を着た相手に対して使用した。また、冷やように燃やすためのボロ布を絡めやすくなった矢尻も、あった。素材も丈夫な鉄だけでなく、緑サビのついた銅や着弾すると砕け散る、石の矢尻をあえて使うこともあった。木製の矢尻、木矢尻については、ホグや矢尻の甲を参照。ヘラヤの、 棒の部分、竹で作られ、矢柄、矢ヘラだけ、矢だけなどと呼ばれることもある。現代では、ジュラルミンや炭素繊維強化プラスチック製のものも、学生を中心に用いられるようになっており、これらはアーチェリーに習って、シャフトと呼ぶこともある。ヘラの形は以下の3種がある。一組の矢では、節の位置を揃えてあり、一本の矢には、節は4つある。 ヤバネコウヤとオトヤヤバネ。下がコウヤ、上がオトヤヤに取り付けられている羽単に羽と呼ばれることもある。ワシ、タカ、ハクチョウ、ナナメントリ、トリ、カモなど様々な種類の鳥の羽が使用されるが、特にワシやタカといった猛禽類の羽は最上品とされ、中近世には武士館の贈答品にもなっている。使用される部位も手羽からお浜で幅広いが、 お葉の一番外側の部位である、石だが、最も丈夫で、希少価値も高く珍重される。鳥の羽は、反りの向きで表裏があり、半分に裂いて使用する。一本の矢に使う羽は裏表を同じに揃えられる、ため、矢には2種類できる。矢が前進した時に時計回りに回転するのが、荒野であり、逆が音矢である。荒野と音矢合わせて一体で、一手と言い、いる時は、荒野からいる。 矢羽根は、芯と呼ばれる糸でヘラに固定されている。この内矢尻側の芯を本芯、はず側の芯を、末、芯という。ここから矢を作ることを、ハぐという。矢羽根の数によっていくつか種類があり、二枚岩は原始的な波数で軌道が安定しにくいが、儀式用として儀上に用いられることとなった。飛ぶ軌道の安定性を得るため四枚岩となったが矢が回転せず、三枚岩として、 矢を回転させ矢じりで敵となる対象物をえぐり取り、殺傷力が強化された。現在競技で用いられている矢は、すべて三枚輪のものである。羽にもすべて名前が付けられている。はず矢の末端の弦にいる部分。古くはヘラに切り込みを入れるだけだったが、弓が強力になると引いた際にヘラが裂けてしまうため、弦がはまる溝が頭についたキャップ状のはずという、部品を付ける。 はずは金属や現在では角やプラスチックで作られヘラを差し込んだ後にはず巻きという糸を巻き付けて固定する。矢尻と同じく長く使用していると抜け落ちたり欠けたりするのでその時は交換しなければならない。はずが弦にはまるのは当然のことであるから当然のことをはずというようになった。これは今でもきっとそのはずだ。 そんなはずはないといった言い回しに残っている。ちなみに、同じ、はずでも、ゆはずと書いた場合、弓の上下の弦をかける部分を指す。この混同を避けるため、はずをやはず、ゆはずをゆはずということもある。アーチェリーでは、やをあろうと呼ぶ。使用者の体格及び使用弓の引き重量に応じ、シャフトの硬さ、長さ、ポイント重量を調整して作成される。 ポイント先端に取り付ける金具のこと。シャフトに差し込み、ホットメルと接着剤を用いて固定する。アローヘッドとも言う。使用弓の引き重量に応じて重量を調整する。シャフト屋の胴体の部分。素材は繊維強化プラスチックやジュラルミンなどが使われる。中でも炭素繊維強化プラスチックが主流となりつつある。形状は損状シャフトとストレートシャフトなどがある。 アメリカのイーストン社が世界最大のシャフトメーカーである。棒岩や石弓などに使うものは比較的短い。ベインアローに取り付けられている羽のこと。鳥羽、ビニール製、プラスチック製、フィルム製などがある。小さいものはグルーピングが良いが、ミスした時の被害が大きい。それに対して大きいものはグルーピングが多少悪くなるが、ミスしても被害が最小限に留まる。 そのため一般的に初心者は大きいものを、上級者は小さいものを用いる。クロス棒や石弓に使うものは枚数を減らしていたり、場合によっては矢羽自体がなかったりする。一本の矢に対し、120度間隔で3枚のベインを貼るのが一般的。ノックストリングに継がえるための部分。矢はプラスチック製。古事記の国譲り神話は次のように始まっている。 高木神と天照大御香は、中津国の荒ぶる国津神を復讐させるように、天悟り日神に命じるが、天悟り日神は復命しなかった。次に、雨若彦に命じるが、雨若彦も中津国に住み着いてしまう。そこで今度は、泣き目という記事に様子を見に行かせた。ところが雨若彦は雨の作目にそそのかされ、泣き目を、高見無秘人より授かった矢で射殺してしまう。その矢は、 泣き目の体を突き抜け、高木神の元に届いた。不審に思った高木神は、アメワカヒコが悪しき神を撃ったのならば、この矢はアメワカヒコに当たらない。しかし邪心を持っていたならば、この矢はアメワカヒコに当たると制約をしてその矢を投げ返したところ、その矢はアメワカヒコに当たり、アメワカヒコは死んでしまった。これを返し矢という。本来は古くから信じ、悪言葉でもあるが、 様々な古文や句などで使われており、俳句の季語と同じように、間接的な比喩として、穢れ、邪気、魔、薬などを、払い清めることを表している言葉でもある。足の矢とは、桃弓と言われる弓と一体をなすものであり、足の矢、桃の弓ともいい、大晦日に、朝廷で行われた鬼洗いの式で、鬼を払うために使われた弓矢のことで、それぞれ足の茎と桃の木でできていた。 浜屋とはもともとは、浜弓と一体をなすものであり、始まりは正月に行われたその年の吉居を占いに、使う弓や、後に、家内安全を祈願する、ぬさぐしと同じように、家の鬼を払う魔よけとして、上等式に小屋組に奉納される、震災具のことで、近年では、浜屋、浜弓共に神社などの役よけの縁起物として知られる。よもぎ屋とは、 クワユミと一体をなすものであり、それぞれよもぎの矢、クワの弓ユミともいい、男の子が生まれた時に禅との役を払うため、家の四方に向かってクワの弓ユミでよもぎの矢をいた。クワの弓ユミはクワの木で作ったユミ、よもぎの矢はよもぎの葉で羽を這いだ矢。神社の信じようとして、神宝、異棄物、信仰等に使う矢をギヤという。ソヤ、カリマタヤ、カブラヤの三種がある。 やがらはクロールし塗り、やはずは水晶、はず巻き、下咲くともにくれない、羽は白羽に変とし、平やな食い、または、壺な食いに盛るとこになっている。射的競技紋章、モチーフ漢字の部首。ありがとうございます。